翌日、数秒先、数時間先見てるだけでも相当違うんだよね、実はね。しっかりしたところを見てないと自分実際使ってたけど、実は相当損してたみたいな。ANA カードの選び方には、自分のライフスタイルや利用シーンに合わせて最適なカードを選ぶことが重要になってきます。クレジットカード選びっていうのは非常に重要なので、僕にしてみれば甘いわけですよ。クレジットカードのことに関して、大したことないよっていう人もいるんだけど、これはもう財産なので。ガチンコーマジック、よっよっはい、今日も始まったね。はい、よろしくお願いします。今日どうしたの？塾長、今日はありがとうございます。塾長は日本初のパーマネントトラベラーとして世界のあらゆる場所に拠点を持ちながら50年以上世界を巡られています。総フライト数は2600回以上、獲得マイル数は550万マイル以上、飛行距離にするとなんと地球を75周、月まで 4.3 往復というとてつもない時間を飛び回っていらっしゃいます。ホテルステータスでは日本初のハイアットインサイダー、ハイアットライフタイムグローバリスト、ヒルトンもライフタイムダイヤモンドなどなど、極めて取得が困難な世界のハイステータスを多数取得されていらっしゃいます。ガチンコマイル塾には視聴者やメルマガ登録者の皆様からですね、たくさんのコメントをいただいております。本当にありがとうございます。多くの方から自分に合うクレジットカードが知りたい、そもそも ANA カードの上手な使い方がわからないという声を多くいただいております。クレジットカードは1枚でいいのか、クレジットカードの種類が多すぎて自分に最適なカードを見つけるのが難しいという声も寄せられています。塾長はハイランクカードから一般カードまで、なんとですね、50枚以上の様々なクレジットカードを保有されてますが、こういったカードの選び方や保有する枚数に関してコメントいただけないでしょうか。なるほど、この間も話したと思うんだよね。少しでも先の常に未来を見てる人と、今現在起きる現象を見てる人では物の考え方が全く違うし、それから成功とか幸せとか、もしくは豊かさっていうのはまあ全く違うんだよね。実は数秒前を見るだけでかなり違うんで、事実はね。例えばじゃあ簡単なことを言うと、そんな当たり前でしょって言うけど、結構みんなできなくて、例えば食べ物があってラーメンがダメとか体に良くないとかポテチップスが良くないとか、まあ言われてても食べるよね。それは今自分の感情が満たされればいい、今自分が良ければいい、もしくはそれ以外のもいっぱいあるでしょ。結構ダメなの分かっててやるっていうのは、まあ人間ほとんどそうじゃない。いや、じゃあ塾長やないんですかって言って、いや塾長ももちろんやりますよ。でも人間ってそうじゃない。それっていうのは現在のちょっと前ぐらいを見てる人たちなんで、ね、もしくは現在を見てるか、うん、その先ちょっと見てれば、あ、食べた後にもしかしたら体調悪くなるかもしれないとか、で食べた後に太ったりするとか、あっちの現象だよね、未来の現象だよね。食べた後にすぐ太るわけじゃないから、はい、うん、はい、そうするとそこを見て、そこで動いてる人たちっていうのはそれ食べないんですよね、基本的に。でももしくは計算して食べるね、カロリーを低くするとか、まあもちろんそういうのはあるんだけど、そうやって未来を見てる人、おそらく翌日数秒先、数時間先見てるだけでも相当違うんだよね、実はね。だから今ちょっと脱線しちゃったので本当申し訳なかったんだけど、この間の飛行機のラウンジもそうだし、このクレジットカードもそうなんだけど、はい、やっぱここのところも勉強してって、やっぱりそれによってクレジットカードを選ぶ、じゃあこれを使うと、じゃあこれにするべきだというのが分かってくるね。しっかりしたところを見てないと自分実際使ってたけど実は相当損してたみたいな、そういうことが多いんだよね。だから見た目だけで判断しない、宣伝文句とかそれでわーっと使っちゃって、後で実際細かい計算してみたら全然マイナスじゃん、こっちのカードの方が全然いいよねっていうのがいっぱいあるわけだから、クレジットカード選びっていうのは非常に重要なので、日本の場合だったら多分3枚か4枚ぐらい持って、はい、でみんな使い分けるみたいな、この時はこれとかこの時はこれとかっていうのはあるじゃない。僕にしてみれば甘いわけですよ。50枚ぐらいあってその中から持っていくわけだから、50枚ですだからもうトランプしてますよ、塾長。あの店の前でこうやってトランプして、さあどれにしようかなみたいな、ババ抜きみたいな、どれか引いてくださいみたいな。でもいや、そんなめんどくさいことやってられませんよって言うんだけど、でも未来はそうなるのよ。だから今勉強しておいた方がいいってこと。だからそれに関して文句は言わずに勉強した方がいい。絶対後で得になるから。あのクレジットカードのことに関して大したことないよっていう人もいるんだけど、これはもう財産なので、はい、やっぱちゃんとどれを使う、でどのポイントを集めたによってその人の財産状況が全然違ってくるってことだね。そういうところはやっぱ実際に使った人しか分かんないことを僕は話してきて、インターネット上で書いてあるっていうのはインターネット上の無料の情報を集めてボンと出してるので、
はい、実際使ってみたらこういう問題がありましたよっていうことをやっぱりみんな教えてあげてね。ありがとうございます。クレジットカードは3枚から4枚の保有ということで塾長からアドバイスをいただきました。クレジットカードは単なる支払い手段ではなく上手に選び活用することで大きな経済的利点をもたらします。適切なカード選び、複数のカードを状況に応じて使い分けることでポイントの獲得や特典の活用が効果的にでき、結果的に財産形成につながるんです。また未来を見据えた行動が最も重要です。成功者は今の行動が未来にどう影響するかを常に考え、そのために計画的に行動しています。これが成功や豊かさを実現するための鍵となるんです。塾長は50年以上世界中を旅して得た知識と知恵を豊富に持っています。塾長のアドバイスを実践して資産を大きく増やした弟子も多数在籍しています。 YouTube では語り尽くせない塾長の深い話や塾長の知識と経験に基づいた貴重な情報をもっと知りたいという方はですね、ぜひメールマガジンのご登録をお願いいたします。というわけで今回は ANA カードの効果的な使い方について徹底解説してまいります。ぜひ最後までご視聴ください。 ANA マイルを効率よく貯めるためには適切なクレジットカード選びが重要です。年会費と特典のバランスがいい ANA カードを比較し、あなたに最適なカードを見つけるお手伝いをいたします。 ANA カードを比較するのは各4点です。年会費、還元率、こちらはですね、最大還元率を提示します。年会費に対してどのくらいマイルが貯まるか、いくら使えば年会分の元が取れるのか、これらはですね、損益分岐点で提示をします。今回入会キャンペーン等は省略しております。その点はご留意ください。まずは ANA カードの基本情報と全種類を徹底解説します。ANA カードは全日空 ANA さんですね、提携したクレジットカードで、旅行者やビジネスパーソンに多くのメリットを提供しています。ANA カードには一般カード、ゴールドカード、プレミアムカードの3つのカテゴリーがあり、それぞれビザ、JCB、アメリカンエクスプレスなどのブランドがございます。一般カードは初めて ANA カードを持つ人に適しており、年会費が低めで基本的な特典が付帯しています。具体的にはフライトでのマイル加算や ANA グループの利用でのポイント還元があります。ゴールドカードになると空港ラウンジの無料利用や旅行保険の充実、さらにはショッピング保険など旅行や買い物での安心感が増してきます。プレミアムカードはですね、さらに上位の特典が付帯しており、高級ホテルの無料宿泊や専用コンシェルジュサービスなども利用できます。利用シーンに合わせてクレジットカードを選ぶことも非常に重要です。これによりビジネスやプライベートでの旅行がより快適になります。ANA カードはまた各種提携店でのポイントアップや割引があってですね、日常の買い物でも効率的にマイルを貯めることができます。選ぶ際には自分のライフスタイルや利用シーンに合わせて最適なカードを選ぶことが大切です。例えば頻繁に飛行機を利用する人はゴールドカードやプレミアムカードを、日常の買い物でマイルを貯めたい人は一般カードを選ぶと良いでしょう。今回ご紹介する ANA カードは全部で11種類あります。各カードを紹介した後、目的用途ごとに合ったカードの特徴を発表していきます。最後までご視聴ください。まず最初は ANA アメックスゴールドカードです。年会費は 34,100円、還元率は最大 1% です。 ANA アメックスゴールドカードで決済をすると基本的に100円ごとに1ポイント貯まり、1ポイントを 1ANA マイルに交換できます。 ANA の航空券を購入するときにはマイル還元率が 3% とかなり高還元になり、お得に航空券が買えます。こちらはアメックスの公式サイトです。メンバーシップリワードというキーワードがありますね。これはですね、アメックス独自のポイントプログラムのことです。投影している通り、メンバーシップリワードポイントに登録すると ANA アメックスゴールドカードを使って貯めたアメックスポイントは有効期限が無期限になります。 ANA アメックスカードを保有する際はメンバーシップリワードポイントの登録はマストです。年会費に対するマイルは還元率 1% なので341マイル、損益分岐点は341万円ということですね。この損益分岐点というのは年会費をポイントマイルで相殺するのに必要な年間の利用額のことです。こちらは表示されている通り、年会費 34,100 円を還元率 1% で割って算出しています。次は ANA アメックスカードです。年会費は7,700円、還元率は最大 1%、 ANA アメックスゴールドカードと同じ還元率ですね。では ANA のサイトでこの ANA アメックスのですね、ゴールドカードとそうではないカード比較していきましょう。まずは ANA アメリカンエクスプレスゴールドカードですね。続いて ANA アメリカンエクスプレスカード、一般カードです。比較をしていきましょう。ANA 航空券のご購入でというところをご覧いただくと、左側のですね、ゴールドカードの方は100円で3マイル、右側のですね、一般カードの方は100円で 2.5 マイルということですね。いずれも ANA カードマイルプラスでの自動積算マイルプラスポイント移行マイルでの還元率ということです。ANA アメックスカードはこの
年会費に対するマイル還元率 1% なので77マイルです。損益分岐点は約77万円です。次は一般 ANA カードです。年会費は2200円、基本還元率は 0.5% ですが、10マイルコース2倍コースを選択することで最大 1% まで還元率を上げることができます。移行手数料としてビザは年間税込み6600円、 JCB は年間税込み5500円、別途かかります。年会費に対するマイルは22マイル、損益分岐点は約22万円です。さあ、どんどん行きましょう。次は ANA ダイナースプレミアムカードです。年会費は17万500円と高額です。さすがプレミアムカードといったところですね。プレミアムカードとあって還元率も他のカードよりも高く最大 1.5% です。ANA の航空券を購入するときには、マイル還元率が 4.5% と ANA カードの中では最も高還元率になり、お得に航空券を買うことができます。年会費に対するマイルは2557.5マイルです。損益分岐点もすごいですね。1137万円と桁が一つ上がります。 ANA ダイナースカードは年会費29700円です。 ANA ダイナースプレミアムカードの年会費17万500円と比べると格安に見えますね。還元率は最大 1%。 ちなみに ANA ダイナースの利用で貯まるポイントに有効期限はなく、マイル上限も設けられていないため、他社カードで貯まるポイントよりも使い勝手がいいのが魅力です。年会費に対するマイルは297マイル、損益分岐点は297万円です。次は ANA ワイドゴールドカードです。 SFC スーパーフライヤーズカードを作る際のベースとなるカードとして最も作られるカードではないでしょうか。年会費はビザ JCB ともに 15,400円、還元率は最大 1%。 年会費に対するマイルは154マイル、損益分岐点は約154万円ですね。意外かもしれませんが、マリオットボンボイアメックスプレミアムカードも有力なカードの一つです。特に還元率が 1.25% と ANA カードと遜色ないカードです。年会費は 49,500円、年会費に対するマイルは 618.75 マイル。マリオットボンボイアメックスカードの魅力は何といっても40もの航空会社のマイルに交換できるところです。注意点があり、ニュージーランド航空など一部の航空会社は交換レートが悪いため、ポイントのマイル交換はお勧めできません。6万ポイント貯めて ANA マイルに交換すると5000マイルのボーナスが受け取れるため、マイル還元率は 1.25% となります。損益分岐点は396万円です。まだまだ行きましょう。次はアメックスプラチナです。年会費は16万5000円、2023年11月1日以降従来の14万3000円から 2.2 万円値上げとなりました。還元率は最大 1%。 アメックスプラチナはメンバーシップリワード登録が無料なので別途料金がかかることはありません。年会費に対するマイルは1650マイル、損益分岐点は1650万円です。 ANA ビザプラチナプレミアムカード、本日3枚目のプラチナカードです。年会費は88,000円。 ANA ダイナースプレミアムカードやアメックスプラチナと比較すると年会費は安めですね。還元率は最大 1.5%。 ANA の航空券を購入するときにはマイル還元率が 3.5% とさらに高還元になります。損益分岐点は586万7000円です。最後は ANA トゥーミーカードパスモ JCB カードです。こちらはですね、数ヶ月前にゴールドカードの方が大盛況になったカードです。ちょっと公式サイトで見ていきましょう。ANA トゥーミーカードパスモ JCB ゴールドカード、こちらですね、左側に赤字が書いてあるかと思います。これをですね、クレジットカードの新規入会キャンペーンで300万円決済すると最大23万マイル獲得できるというとんでもないキャンペーンをやってました。現在は新規入会の申し込みの受付を一時停止しているようですね。もしこのカードゲットできた方という方がいらっしゃいましたら、300万円という決済額をどうクリアするかとかですね、23万マイルの活用方法などをですね、ぜひコメント欄で教えてください。一般カードは現在も入会を受け付けています。年会費は初年度が無料、2年目以降2200円となります。還元率は最大 1%、 年会費に対するマイルは22マイル、損益分岐点は約22万円です。ここまで各クレジットカードをご紹介しました。ここからは非常に重要なポイントです。自分に合った最適なカードを選ぶ際に注目すべき各カードの特徴を解説していきたいと思います。旅行好きなら持っておきたいのが ANA アメックスゴールドカードです。このカードの大きな魅力は充実した旅行関連の特典と高いポイント還元率です。空港ラウンジの無料利用が可能で、国内外の主要な空港ラウンジを利用することができます。これにより旅行の待ち時間を快適に過ごすことができますね。さらに充実した旅行保険が付帯しており、旅行中のトラブルに対して安心感を提供します。またショッピング保険も付いているため、カードで購入した商品の破損や盗難に対して保証が受けられます。さらにフライト時にはボーナスマイルが加算されるため、頻繁に
に飛行機を利用する方には非常にお得です。この他にもカード所有者限定のイベントや優待特典が多数用意されており、ラグジュアリーな体験を楽しむことができます。年会費は少し高めですが、その分価値を感じることができる特典が多数付帯しています。特に旅行や出張が多い方には非常に有用なカードと言えるでしょう。コストパフォーマンスを重視するなら ANA アメックスカードは有力です。 ANA アメックスカードは年会費と特典のバランスが非常にいいことで知られています。日常の買い物や公共料金の支払いでポイントが貯まりやすく、貯めたポイントを ANA マイルに交換することで効率的にマイルを貯めることができます。一般カードの初年度は年会費無料のキャンペーンも多く、初めてクレジットカードを持つ方や ANA カードに興味を持っている方に最適です。 ANA アメックスカードの魅力は一般カードでも空港ラウンジが利用できる点です。アメックス公式サイト空港ラウンジに対象カードが書かれています。ここにしっかりと ANA アメックスカードが含まれているのが分かりますでしょうか。主な特典には旅行保険、ショッピング保険があります。海外旅行保険や国内旅行保険が充実しており、旅行中のトラブルに対して安心感を提供します。 ANA アメックスカードでも提携店舗でのポイントアップや割引もあり、日常の買い物でもお得に利用することができます。またカード所有者限定のイベントや優待特典も多数用意されており、特別な体験を楽しむことができます。このように ANA アメックスカードは年会費と特典のバランスが非常に良く、初めての ANA カードとしておすすめです。初めて ANA カードを選ぶ際には年会費が安く使いやすい一般カードがおすすめです。一般カードでもフライトやショッピングでマイルを貯めることができるんです。またカードに付帯する旅行保険やショッピング保険も確認して、自分のライフスタイルに合ったものを選ぶことが重要です。ANA 一般カードには Visa、JCB、アメリカンエクスプレスなどのブランドがあります。Visa カードは国内外での利用範囲が広く、どこでも使いやすいのが特徴です。JCB カードは日本国内での利用がメインの方に適しており、提携店舗でのポイント優待が多いです。アメリカンエクスプレスカードは旅行保険や空港ラウンジの利用が充実しており、旅行好きの方におすすめです。初年度の年会費無料や初年度年会費割引のキャンペーンを利用するのも一つの手ですね。これにより実際にカードを利用してみて、自分に合った特典やサービスを確認することができます。総じて初めての ANA カードとして、一般カードは年会費が安く基本的な特典が充実してるんで非常に使い勝手がいいです。自分のライフスタイルや利用シーンに合わせて最適なカードを選ぶことで効率的にマイルを貯めることができ、旅行やショッピングを楽しむことができます。 ANA ダイナースプレミアムカードは最高級の特典を提供するクレジットカードで、高級志向のユーザーに特に人気があります。主な特典には飛行機関連の他に、高級ホテルでの無料宿泊、空港ラウンジの無制限利用、専用コンシェルジュサービスなどがあります。高級ホテルの無料宿泊特典では世界中の一流ホテルでの滞在が楽しめます。 ANA 提携ホテルやダイナーズクラブ提携の高級ホテルでの宿泊が可能で、旅行やビジネス出張時に大いに活用できます。さらに空港ラウンジの無制限利用は国内外の主要な空港で提供されており、利用回数を気にすることなく快適に待ち時間を過ごすことができます。専用のコンシェルジュサービスは旅行やレストランの予約、チケットの手配など様々な要望に応えてくれるため、忙しいビジネスパーソンや旅行好きの方にとって非常に便利です。フライト時には通常のカードよりも多くのボーナスマイルが加算されるため、効率的にマイルを貯めることができるんです。このカードのもう一つの魅力は、特別なイベントや優待特典が多数用意されていることです。例えば高級レストランでの優待や、コンサートやスポーツイベントの特別席での予約が可能です。これにより日常生活でも特別な体験を楽しむことができます。 ANA ダイナースカードも旅行好きにとって非常に魅力的な特典が多数付帯しているクレジットカードです。空港ラウンジの無料利用、旅行保険、そして高級ホテルやレストランでの優待が挙げられます。充実した特典とサービスを利用して快適で特別な旅行体験を楽しむことができます。ゴールドカードならではの豊富な特典と優待が魅力な ANA JCB ワイドゴールドカードは、旅行する方なら狙いたいカードの一つです。他のカード同様に、主な特典には空港ラウンジの無料利用、旅行保険の充実、ショッピング保険、そしてフライト時のボーナスマイルがあります。さらに ANA JCB ワイドゴールドカードは提携店舗での割引やポイント優待が多数あり、日常の買い物でもお得に利用することができます。特に JCB が提携している店舗でのポイント還元率が高く、効率的にポイントを貯められます。マリオットボンボイアメックスプレミアムカードはホテル特典が非常に充実しているカードであり、特にマリオット系列ホテルの利用者にとって非常に魅力です。カードの主な特典にはマリオット系列ホテルでの無料宿泊、アップグレード、レイトチェックアウトなどがあります。まあ、名前の通りホテルに特化したカードですが、マイル効果も実は優秀です。無料宿泊特典は一定の条件
条件を満たすことでマリオットケレスホテルでの無料宿泊が提供されます。アップグレード特典では予約した客室のアップグレードが受けられ、レイトチェックアウト特典もあり、ゆっくりと滞在を楽しむことができます。このカードにも旅行保険や空港ラウンジの無料利用が付帯しており、旅行時の安心感を提供できます。マリオットボンボイアメックスプレミアムカードはホテル滞在が多い方や旅行好きの方に特におすすめです。充実したホテル特典と飛行機の旅行関連の特典を活用して快適で特別な旅行体験を楽しむことができます。アメックスプラチナカードは旅行系カードでも非常に人気のあるカードです。主な特典にはプライオリティパスでの空港ラウンジ無制限利用、高級レストランでの優待、コンシェルジュサービス、そして旅行保険の充実があります。プライオリティパスは世界中の空港ラウンジを無制限に利用できる特典であり、旅行の待ち時間を快適に過ごすことができます。その他にも高級レストランでの優待などあるのがアメックスプラチナカードの大きな魅力です。さらに特定の条件を満たすとレストランでのボーナスポイントが加算されるため、効率的にポイントを貯めることができます。コンシェルジュサービスは旅行やレストランの予約、チケットの手配など様々な要望に応えてくれるサービスで、忙しいビジネスパーソンや旅行好きの方にとって非常に便利です。このサービスを利用することで細かい手配を任せられるため、自分の時間を有効に使うことができます。さらにこのカードを保有しているだけでホテル上級会員の資格を得ることも可能なんです。アメックスプラチナカードは高額な年会費に見合った充実した特典が多数付帯しており、高級なサービスを求める方に特におすすめです。 ANA ビザプラチナプレミアムカードは高い還元率で知られたカードであり、効率的にマイルを貯めたい方に人気のカードです。主な特典にはフライト時のボーナスマイル、空港ラウンジの無料利用、旅行保険の充実、ショッピング保険があります。フライト時のボーナスマイルは ANA フライトを利用する際の通常のマイルに加えて多くのボーナスマイルが加算されるため、効率的にマイルを貯めることができます。さらに特定の条件を満たすとボーナスマイルが加算されるため、より効率的にマイルを貯められます。提携店舗での優待や割引も多数あり、日常生活でもお得に利用できます。このように ANA ビザプラチナプレミアムカードはマイルを効率的に貯めたい方や高い還元率を求める方に特におすすめです。年会費と特典のバランスが非常に良く、コストパフォーマンスで優れたゴールドカードとして人気がある ANA ビザワイドゴールドカード、先ほどご紹介した ANA JCB ワイドゴールドカードと同様、空港ラウンジの無料利用、旅行保険の充実、ショッピング保険、そしてフライト時のボーナスマイルがあります。 ANA ビザワイドゴールドカードは年会費に見合った充実した特典があり、コストパフォーマンスが非常に高いカードです。初めてのゴールドカードとしてもおすすめであり、旅行や日常の買い物で効率的にマイルを貯めたい方に最適です。 ANA トゥーミーカード、パスモ JCB は公共交通機関の利用が多い方に特におすすめのカードです。主な特典には交通費の支払いでポイントが貯まりやすい点、フライト時のボーナスマイル、旅行保険、ショッピング保険があります。交通費の支払いでポイントが貯まりやすいことがこのカードの大きな魅力です。通勤や通学で利用する電車やバスの支払いをパスモとして利用することで効率的にポイントを貯めることができます。旅行保険や提携店舗での割引、ポイント優待も充実しています。 ANA カードは旅行者やビジネスパーソンにとって非常に魅力的な特典が満載となっています。一般カードからゴールドカード、プレミアムカードまで幅広い選択肢があり、それぞれに特化したメリットがあります。旅行保険や空港ラウンジの利用、高いポイント還元率など、どのカードも充実したサービスを提供しており、マイルを効率的に貯めたい方に最適です。特に ANA アメックスゴールドカードや ANA ダイナースプレミアムカードなど高級カードはラグジュアリーな特典と高い還元率が魅力で、旅行好きや高級志向の方にとっては手放せない一枚です。また ANA トゥーミーカード、パスモ JCB のような交通費の支払いでポイントが貯まりやすいカードは、日常的に公共交通機関を利用する方に非常に便利です。こちらは都市部に住んでいる方に最適なカードでしょう。 ANA カードの選び方には自分のライフスタイルや利用シーンに合わせて最適なカードを選ぶことが重要になってきます。高額な年会費のカードにはそれに見合う充実した特典が付帯しており、頻繁に旅行する方や高級なサービスを求める方に特におすすめです。一方、日常の買い物でマイルを効率的に貯めたい方は定額な年会費のカードが適しています。まあ、とはいえクレジットカードは財産なので、ワンランク上のカードを獲得して旅行やライフスタイルを充実したものにしていきましょう。ぜひ自分に合った ANA カードを選んでいただいて、その特典を最大限活用して快適で充実したカードライフを楽しんでください。このチャンネルはクレジットカードに興味がある視聴者が多いので、皆さんがお使いのですね、もしおすすめのカードがあったら、ぜひ皆さんへのギブの精神でですね、ぜひコメント欄で教えてください。またこのカードなんてどうですか、なんていうご質問があればですね、ぜひコメント欄にお寄せいただければ今後の配信の参考にさせていただきますので、ぜひご質問もお待ちしております。ガチンコマル塾では旅行を通じて
海外に出向き世界で活躍し日本を豊かにできる日本人の育成を全力サポートしております。旅行を超えて人生の幸せを構築している塾長の最先端の旅行術や YouTube では語りきれないもっと深い内容ですね、聞きたいと思った方、そして自分の人生をですねより豊かに成功に導きたいというふうに思った方はですね、ぜひメールマガジンのご登録をお願いいたします。ということで塾長今日もありがとうございました。ありがとうございました。ガチンコマリ塾